やっぱり自分はこれちょっと命かけてやってるんですよね、再生計画、うん、これなんで再生計画やるかっていうと、自分のこれ子供3人洲本に入ったでしょ、親方の同期生で入ったナルトさんっていたじゃないですか、うん、ナルトさんが、ナルトさんが俺に相撲取りはな、俺らが親方になる時には親方が尊敬されるような親方になるようにやっていこうなっていう一言を言ってくれたんですよ俺に。だその一言がやっぱり自分を奮い立たせる一つの原因でもあるんですけど、でその中でいろいろやっぱ気の臭いこと、いろんなことを全部もう一般の人に分かってもらいたいんで、今回親方に出てもらって、親方が今これ正直にいろんなこと話してくれるってことはものすごいこれ大事なことだからですね。俺もあの一番腹立ってるのはね、はい、二所ノ関親方ね、はい、金剛さんね、はい、銀座に寿司食いに行った時だったんだけど、はい、長木さんよって、はい、あんたねあの高通り今日助けてやってくれと、はい、なんでですか、あんな暴れ者なんか助けることあるんですかって、うん、あるんだって、お車がね、はい、あの高通力に週刊人が教会の悪口言ったり俺の悪口言ったら子供たち力士3人いるなるんだから容赦しないぞって、そんなこと言ってんですか。そうそう、いやひでえやつだな本当。そうお車はそんなこと言ってんですか。医者さんに死ぬ前ね、はあ、銀座に。だから俺分かりました、言ってることは。だからその俺は理事室に入った時に、俺クビになる時に二所ノ関親方は、お前ね、辞めたら余計なこと言うなよと、うん、余計なこと言ったらね、お前らの子供3人が相撲取り入った時にね、どうなるか分からんぞって言われたんですよ。そうだろう、はい、それを全部仕向けたのは小車さん。そう、いやひってやつだな、なんとかしなきゃいかんですねこいつ。二所さんが言うには、うんうん、お車はゼロいやつだから、はい、自分で言えばいいじゃないかって言ったんだ。いや自分で言ってくれればいいじゃないですかね、はい、いや俺よりも二所さんの方が先輩だから、はい、その方が格好がつくから。これ本当の話なんですか。うん、そうだよ、